は月の店の高橋美香です。いつもありがとうございます。今回は、パリ編最終回になります。ちょっと息抜きに海が見たくなりまして、フランスのドービルという北の方の海岸の方に行ってきました。早朝に起きて 2,3 時間かけて着いたところの海岸です。着いてみてちょっとびっくりしたんですけれども、ここは、アンナ・カリーナとゴダールの、2人が、映画で使っていた海岸でした。その数日前にゴダールが、天国に行ってしまったという、ちょうどなんか不思議なタイミングでこの海へたどり着きました。その映画のこととかを思い出しながら、ぼんやりと、海を眺めていきました。とっても光が綺麗で、9月だったのでバカンスシーズンも終わっていて、もう人っ子一人おらず、満喫してきました。そしてドービルという町は、サビニャックとか、サガンが晩年過ごしたと言われる町で、彼らの絵とか作品などが町に散らばっていてとても素敵でした。なんかやっぱり似合うなとしみじみ思ってぼんやりしてきました。そしてやっぱり食事は、魚介のスープを飲みたいなと思って、ランチをしながらこのアイスクリーム屋さんで、甘やかしをしてきました。案外フランスで一番美味しいアイスクリームだったからもしれません。甘やかした後は海へ戻って、ぼんやりと、海を見ていました。とってもなんか素敵で、映画のシーンを見ているような感じでした。せっかくなので裸足になって海へちょっと入ってみました。結構寒かったんですけれども、バカンスシーズンを過ぎてはいましたけれども、こういうおじいちゃんおばあちゃんのカップルが何組も浜辺で楽しんでいらっしゃいました。すごく微笑ましかったです。ちょっと寒いので体が心配になりましたけども、皆さんなんかルンルンで波にゆらゆらと揺られて楽しんでいらっしゃいました。すごくフランスらしい可愛い光景でした。パリの旅4回に分けて、動画を作ってみました。皆さん見てくださってありがとうございます。またたくさん働いてパリに来れるように頑張りたいと思います。次の動画もお楽しみになさっててください。ありがとうございます。